シャロンの屠殺者とは、1955年のアメリカ合衆国の西部劇映画、テクニカラー、シネマスコープで撮影。監督は、アンソニー・イマン。出演は、ビクター・マチュア、ガイ・マディソン、ロバート・プレストン、アンバンクロフトほか、南北戦争の最中、インディアンが多く居住する辺境の地で孤立したトリデが、舞台。日本では、DVD 発売時に、 シャロントリデテレビ放映時に、シャロントリデインディアン大襲撃。また、アメリカでは、テレビ放映時に、サベージウィルダネスにそれぞれ解題されている。怪我は目的の罠漁師、ジェット、ガス、マンゴーは非友好的なインディアンに持ち物を奪われた。あと、近くのシャロントリデで、リーダン単位に石膏に雇われる。トリデの指揮官は、マーストン大佐。 南北戦争初期のシャイローの戦いで1000人以上の部下を死なせた冷酷無比な司令官だった。ジェットはマーストン大佐の妻、コリーナに一目惚れする。そんな中、マーストン大佐は圧倒的に数の多いインディアン相手に無謀な戦いを仕掛けようとする。カッコ内は日本語吹き替えこの映画はもともと原作小説ザギルデッド・ルースターのタイトルで映画化される予定だった。 1953年にコロンビア映画が映画化権を買い取る。当初、主役にはマーロンブランドが検討されていた。しかし、最終的にはコロンビアと日本の出演契約にサインしたばかりのマチュアに変わった。撮影は1955年1月に開始される予定だったが、マチュアが別の映画に出ていたりしたことなどから延期され、 1955年3月21日にメキシコでクランクインした。ありがとうございます。